シャックです。マッツンです。今日のテーマは、次の日本代表に入る選手は誰だ？来たー！ジャパン！ちょうどね、先日、富永選手がね、ネブラスカ大学に到着する様子が SNS に上がってて、じゃあ無事つけてよかったね。よかった。ますますね、彼のこれからの、ね、活躍に期待が集まるとこやねんけれども、実は彼以外にも次の代表に入れそうな選手は結構います。若者たちが。新しいね、時代に入ろうとしてます。今やったらもう、スラダンじゃなくて黒子とかを呼んでんのかね。時代は変わってきてるからね。なので次のワールドカップだったりだとか、次のパリオリンピックの代表に入りそうな若手注目選手を7人お届けしていこうと思いますんで、ぜひ最後までご覧いただいて、高評価ボタン。ポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは、行きましょう。まず、何を言っても富永啓生選手でしょう。この写真はちょっと面白いけど、フレードズに行こう。素人 NBA。今回ね、東京五輪の 3×3 で大活躍してね。あれしんどいよ、俺出たことあるけど、大会。めちゃくちゃしんどい。足がもつれてしゃあないと思うねんけれども。早くもね、次の日本を代表するシューターになれるっていう声がすごい大きい。よう、あんなちょまちょま動いてんのに決めれるよね。いや、素晴らしいよ。今回、レンジャー短大では1試合 16.8 ポイント、フィールドゴール 55%、スリー 47.9% というとんでもない記録を達成。えぐいよ。全米短大でね、スリー成功率が、なのトップ20に入ったぐらいの実力選手。やばいね。やばい。そして、今シーズンから NCA 一部のネブラスカ大学へ編入を決めた。よっしゃー、この髪型で行こう。この髪型行ってくれ。似合ってる。スリーポイント 5% ぐらい多く入ると思う。ほんまかよ。知らんけど。素人 NBA。ここでね、レンジャー短大と同じようなプレーができれば、十分次の日本代表に呼ばれる可能性は出てくる。ドラフトもあり得るよね。あり得る。しかも身長も今登録上185センチと、今までに比べて結構伸びてるっていうところもあって。よし、育て育て。そうなので、このまま身長があと3センチぐらい伸びたらかなりいい。2メートルとかいくかもよ。それは行きすぎやねんけど。変わった、ミキオちゃうねんから。ズバッ、ズバッ。しかも今回ね、日本はシューターがね、やっぱいなくて負けてしまったっていうのがあるんで、この富永にほんまに僕ら全員が期待してる。そして2人目、田中チカラ選手。あ、イケメン。イケメンよね。身長は188センチながら、ポイントガードとして抜群のスピードとプレーメイクが売りな選手ね。スラムダンクに出てきそうなイケメンやんね。ほんまにもう綺麗なんだかをなりたいわ。無理でーす。無理です。小4からバスケを始めて、ミニバスの時に1試合85点を取ったりとか。すごいね。うん、伝説的な記録を叩き出して、中学でもね、2018年のアンダーフィフティンチャレンジカップに出て、大会 MVP を取ってるんです。MVP ですよ。そして、高校はアメリカの IMG アカデミーにね、進学した彼やけれども。有名なとこやろ？うん。この学校といえば、スポーツ全般に力を入れてる学校で、例えばね、テニスでいう西堀圭選手を輩出。おー、素晴らしいよ。で、今の NBA 選手で言うと、例えばジョナサン・アイザックとか、ドワイト・パウエルなのかが、ここの学校の出身。超えれそうやぞ、頑張れば。うん。で、しかも、なんとこの田中選手は、今年ドラフトされた、ジェイレン・ジョンソンだったりだとか、うん。ジェイデン・スプリンガーと、なんと同じチームメイトやったんで。つまり NBA めちゃめちゃ近いやんか。つまり NBA 選手ですよ。いや、飛んだな。ちょっと早いか。っていうぐらい期待をしたい選手ね。期待はしましょう。そして昨年9月には、カエル・クズマの母校である、イタ大学オファーもらって、すごいね、SNS を騒がしててんけど。話題になったね。結局、どの大学でプレーするかっていうのは決まってないねんけれども、この田中チカラ選手がね、次大学どこでプレーするのか、そこでどう化けるのかっていうのは、引き続き、やっぱ情報を追っていきたいと思います。追いましょう。そして3人目、須藤タイレル・タク選手。お、誰？彼は身長183センチやねんけれども、なんとウィングスパンが203センチある19歳の選手。すごい、手で歩けるな。手で歩ける。小6から横浜 B コルセアーズのユースチームに所属してて、なんと2020年にはあのスラムダンク奨学金13期生に選出された選手。おー、あれに。そう。で、その長い腕ととんでもない運動神経を持つ彼は高校時代から余裕でダンクができるぐらいの選手で。すごいね。なんとその跳躍力は NBA のスラムダンクコンテストの見るような、この人超えダンクでも余裕でできるような選手。冗談ロゴやん、これ。そう。これがこの須藤選手なんですよ。バケモノいるね。バケモン。現在はね、アメリカのセントトーマスモアスクールっていうところでプレーしてんねんけれども、実はこの学校出身の NBA 選手の代表がアンドレ・ドラモンド。あ、ドラモンドな。そう。へー。そしてもっと驚くべきは、実は渡辺裕太選手もこの学校でプレーしてた。あ、高校？そう。あ、マジ？ここでプレーして、その後 NCA 一部のジョージ・ワシントン大学に行ってるから。そうなんや。本人もね、次の大学は NCA 一部でプレーしたいっていうことを言ってて、NCA 二部の大学からオファーがあるみたいなんけど。2部ちゃうと。そう。俺は1部やと。おい、1部や。これはね、やっぱ今後すごい楽しみな選手。
強気やね。強気。そして次、小川春人選手。イケメン2。イケメン。今回イケメン多いね。やっぱバスケ上手いとイケメンになんねや。いやー、そうなりたかった。下手な結果や。やかましい。彼は、ね、身長196センチ、20歳のフォワードの選手やねんけど。おー、20歳。さあ、この選手、大学、なんとマサチューセッツ工科大学に通ってる。めっちゃ頭いいやん。マサチューセッツ、まあ、中小。中小校やってる。めっちゃかな。中小。素人 NBA。MIT って言われる大学やねんけれども。MIT ですよ。アメリカで最も難しい大学で、もうノーベル賞受賞者とかもうバンバン出してるような。すごいね。なんか歴史的建造物やね、これ。うん、もうほんま世界遺産に登録されんちゃうかぐらいの。されそうやね。なので、この小川選手は究極の文武両道型選手と言ってもいい。カーター超えてきた。カーター超えてきた。ただ、プレーはすごい力強くて、リング付近でパスを受ければほとんどダンクに行ったりとか。おー、すごいね。そう、スリーポイントとか、ツーポイントの精度も非常に高いような選手。めっちゃうまいやん。しかも2018年には富永選手、そして田中選手ともにアンダー18のFIBAアジア選手権とかに出てたよね。あ、じゃあもう顔見知りなんや。うん。なのでね、MIT がね、大学で3部リーグとかかな、そこまでこうレベルが高くないっていうところがあって、注目度自体はその高くないような選手ではあんねんけれども、間違いなくこれからがすごい楽しみな選手だね。B リーグとか来てね、そっから NBA にドラフトとかやるかもしれん。そして頭がいいから B リーグの、ね、ゆくゆくチェアマンとかもやってそうだね。あー、なんか監督やってほしいね。監督やってほしいね。そして、イクエ・ロイ・ヒデキ選手。イクエ・ロイ・ヒデキ。うん。ロイ選手って言われてんねんけど。ロイさんね。まあ、年齢、実は彼、なんとも16歳。16? まあ、顔も若いもんね。うん、ただ、すでに身長が195センチあって、ウィングスパン。驚きの208センチあります。顔とミスマッチすぎるやろ。そう。お父さんがね、ナイジェリアで、お母さんが日本人のハーフで、なんとこのロイ選手がバスケ始めたのは、中2。遅めやん。もともとサッカーとかいろんなスポーツやってたんけども。ハイブリッド系や。ハイブリッド系。今流行りのやつや。で、その学校にサッカーゴールがなくなったことがきっかけで、バスケに転向したみたいな。学校ありがとう。ある意味、ティム・ダンカンみたいな。スウェーデキングだから。スウェーデキングだからバスケやるかみたいな。当然、まだまだね、ポテンシャル型の選手やねんけれども、去年はね、アースフレンズ東京のアンダー15でプレーしてたりとか、まだその代表選手経験はないねんけれども、こんだけのポテンシャルがあるような選手なんで、これからの活躍、ほんまに楽しみな選手。じっくりじわじわいってほしいね。いってほしいね。怪我しんといてや。そして、山内優斗選手。この人すごいよ。俺が特に楽しみな選手がこの山内選手。山内さん？まだ17歳ながら、すでに身長208センチ、体重107キロある。やばいね、ヤオミンみたいになってほしいな。なってほしいね。万里の頂上ならぬ、東京タワーの頂上と言われるような。いや、そこスカイツリー言うとけよ。スカイツリーか。お父さんがね、アメリカの方で、お母さんが日本の方で、ハーフやね。生まれは福島やねんけれども、その後、ハワイでね、暮らしてて、中2から本格的にバスケをスタート。遅めやね、この子も。ただ、2019年には、日本代表候補にも選ばれたような、この山内選手。いや、いいね。で、今は、アメリカのロサンゼルスにある、リメットアカデミーっていう学校でプレーしてんねんけれども、身長が2メートルあるけれども、インサイドだけじゃなくて、アウトサイドの3ポイントかまで、ワークアウトの動画見てると、普通に打てる選手。来た来た、日本にも今っぽい選手が増えてきたね。嬉しいね。チームでも徐々にね、頭角を現して、チームも所属カンファレンス優勝の一歩手前まで行けるようなチームやってんけれども、残念ながらね、コロナの影響でその試合が中止になってしまった。そう、ウィル・スミス。そう。ただ、その間もね、お父さんとよくトレーニングしてて、なんと朝5時から練習してたみたい。意識高いし、打点も高えな、うん。将来はね、自分自身もアンソニー・デイビスみたいな選手になりたいって言ってるんで。いや、なって。間違いなくこれからすごい楽しみな選手がこの山内選手。すごいね。そしてラスト、山崎イブ選手。すごかったよ。ウィンターカップ。僕ら見に行きましたからね。めっちゃ席遠かったけど。仲悪いみたいな。シャックはどこに座ってこれ、ずっと分からへんっていう。俺盗撮してたからね。やめろや。八村2世の予備校が高いのはこの山崎選手。まだ18歳ながら身長199センチのフォワードで、去年のウィンターカップは決勝で29ポイント、17リバウンドと大暴れ。すごかったよな、スラダンみたいな逆転劇やったね。ほんまにすごかった。明星高校の優勝に大きく貢献した選手だね。そして今年はアンダー19の日本代表にも選出されて、見たよ俺。なんと強敵セルビア相手に彼23点も取った。ほんまにルイみたいになってきたね。ほんまになってきた。そしてワールドカップ全体のスタッツは1試合 14.6 ポイント、3.43.9%。あ、素晴らしい。得点は日本トップ。ありがとう。来年からね、ちょうど大学に多分入ると思うんで。どこ行くんやろうね。ぜひね、もう海外で勝負してほしいね。ほんまやね、ちょっと叩いてほしいね、扉を。叩いてほしい。以上、ここまで。次、日本代表に入りそうな若手選手についてお届けしてきました。皆さんは特に誰に注目してますか？ぜひね、コメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日ですね、FA 未契約選手まとめから、島ウマニアさん。ウマニア？バリード。
たまに晴れると入れ替わっても分かんないからワシントン大丈夫。どういう意味の大丈夫や。確かにちょっと顔がやや似てるっていうのもあるけど、あとねねね三兄弟集結っていうね。素人 NBA、 こんな感じでいろんな面白いコメントを発表しますんで、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。いつか代表選手をここに呼びたい。俺らをコーチで雇って。それはない。